ちゃっ、こんにちは。はい、ゆたかさん。はい、トレード第6弾。ちょっと乗る気じゃないよ。乗る気じゃない。いやいや、でも難しいな。でもなくはないと思う。というのも第5弾がありましたからね。当たったろ。あれだけ動画で熱く西浦選手を語ってたじゃないですか。うん、ちょこっとパンチのあるなんかサードできる選手欲しいよねって。まあそうだな、うん、特に DNA 宮崎がね。そう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 、うん、まあ聞いてたわけじゃないからね、俺言っとくけど。本当ですか？いや聞いてない、聞いてない。そんな漏洩するかよお前。俺ごとくほら2日前とか2週間前に教えてくださいねって。あ、そう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 。ありましたけど、ちょっと教えてくれたらいいけどね。そうですよね。でも俺巨人が動くんじゃないかなっていうような気がしてるんだよね。もう動いてるような気がするんだよ。まあ、あと残り本当2、3日しかないので、うん、それはゆらさん、もしかしてそのリリーフ陣の系統などを見て、やっぱりピッチャー必要だなっていうのを感じました。やっぱね、ピッチャーはね、いくらいてもいい、巨人は。うん、まあ、ある程度、先発ピッチャーはいるよね、巨人は。だからまあリリーフをやっぱ強化したいだろうし、はい、まあ、大勢がいつになるかっていうのがあるから、はい、まあ、ピッチャー同士の交代っていうのはあるかもからね。ピッチャーピッチャーっていうことなんですね。うん、あのね、高橋優希っていうのは、はい、パ・リーグ向きだよな、うんうん。まあ、例えばその被るのが唐島とか、はい、楽天のああいうピッチャーなんだよ。でね、左の南東派っていうのはパ・リーグで活躍する可能性は強い、はい。まあ、そうなってくると力のある中にパワーピッチャーだよ、はい、と変えてくれそうな気はするけどね。じゃあパ・リーグでパワーピッチャーってなると、逆にじゃあ高橋優希投手みたいなタイプの投手欲しいパ・リーグのチームって、佐々木朗希が投げられなくなったの。はい、だってそうですね、うん、今季ちょっともうで、やっぱ先発がちょっと足りなくなってきてるかなっていうふうに思うと、はい、高橋優希と力のあるピッチャー、はい、中に入ってる、うん、そういうピッチャーと変える可能性はあるよね。あ、パ・リーグのパワー系、うん、ここはドイツリーグではなさそうなんですね、巨人の高橋優希投手だったら。いや、ドイツリーグには出さないよ、多分。そうかないか。だから、まあ、リーグを変えて俺はなんか活躍すると思うんだよ、うん、で、活躍できるっていうふうに判断したら変えてもいいって思うのは、まあ、ロッテで中に入ってる人間、うん、結構パワー系多いからね。ロッテ多いですね、うん。沢村はない。いや、それはね、沢村はない。どんだけ出たり入ったりするんですか。いや、例えば欲しいのは東とかさ。ああいうピッチャーが来てくれると頼もしいけどね。でも佐々木朗希が投げれない、今季絶望かって言われてる段階で言えば、やっぱ誰かは欲しいよね、うん、ロッテはそうですね、うん、だから可能性はなくはないなっていうふうには思ってるんだけどね、うん、ソフトバンクで豊さん、高橋嶺投手って名前前挙げた。でもそうすると同じパワー系というよりかは変速でもね、ああいう変速でもいいんだ。でもいいですか。でもね、フラマサワっていうのが投げ出してきてるから、はい、まあ、割と結果も悪くはないんだよね、うん、そんなには。だから高橋嶺とは変えないような気がするけどな。パワー系か、うん、まあ例えば泉と変える可能性もあるよね、はい、まあ分かんないけどな、はい、これは分かんないけど、うん、可能性としてはなくはない。まあ、それぐらい巨人は中継ぎでパワー系のピッチャー欲しいなっていうところなんですね、今。まあ、野手はね、なんとかなってる、うんうん、で、そうだな、まあ、中継ぎで言えば、パワー系欲しいな。そうですね、パワー系の中継ぎって巨人って、まあ、いないですよね。まあ、どこもいないんだよ。あ、いや、どこもね、苦しんでんだよ。中継ぎパワーピッチャーってことですか。まあ、オリックスとかね、はい、出してくれるんだったらいいけども、うん、まあそこはそのまま現状維持で行ってもいいもんな、全然。そうですよね、うん、でもやっぱ佐々木朗希っていうのが投げれないっていう風になってくると絶好のチャンスじゃない、今年。はい、ね、まあ、そうなってくるとやっぱ先発が欲しいなと思うよね、うん、うん、で佐々木朗希みたいなのは絶対出さないだろうし、どこも。いや、そうしたらワンチャンあるかなっては思ってるけどね。うん、で楽天もね、状態が良くなってきてるんだよ、はい、だから良くなってきてるだけにあんまり動かしたくはないと思うんだよね。もらったり出したりっていうのは、うん、っていう、あんまりこうそういう刺激は与えない方がいいのかなっていう、うん、で日本ハムが可能性はなくはないよね。でも出す選手が、いや、そうなんだよ、はい、だからそこら辺がちょっと問題で、まあ、中継ぎも結構頑張ってたんだけど、ここに来て打たれ出してきてるからね、はい、だから可能性がなくはないけど、うん、
あとは西武はピッチャーというよりも野手が欲しいよな。そうですね、うん、ただ外国人も戻ってきたし、そうだな、ジャイアンツとロッテかなっていう気がするけどな。豊さんの中では第一候補なんですね。第一候補だな。 DeNA はもうしなさそうですか。もういいんじゃないか。もういい、もうもう、いやでも野手取ってピッチャーを出すぐらいだから、うん、もうそんなにはもう動かないと思うし、うん、まあ、例えば西浦を取ったことによって野手が一人浮く、はい、そう考えると野手とピッチャーっていうことはあるけど、じゃあなんで坂口出したんだっていうことになっちゃうしさ。そうですね、うん、だからまあそう考えるとそんなに動かないと思うんだよね、うん、で余ってるわけじゃないし、はい、ちょっと後ろの方が不安定にいるから、うん、だピッチャーは置いときたいんだよね。そうですよね、うん、できればピッチャー欲しいぐらいですか。まあ贅沢言えばそうだよ、うん、贅沢言えばそうだけど、そんな贅沢も言えないでしょ、うんうん、で広島はこれだけ状態がいいだけに、はい、やっぱ動きそうもないよね。動きそうないで、今年はね、やっぱ新井監督は現状のままやっていくと思う、うん、もうそうなってくるとヤクルト、あ、ヤクルトもワンチャンあるな。ありそう。でもね、同一リーグでは俺はもうないと思うんだよ。今回のじゃあ同一だったじゃないですか。珍しいってことですか。珍しいよ。だってお前攻撃のサインから何から全部変えなきゃいけないんだよまあそうですよね。それだけのやっぱ負担をかけてるっていうわけだから、またやったらまた変えるかみたいなもうわけわからなくなるよなるか、うん、まあでもトレードっていうのはだいたいやっぱサイン関係は変えていくけどね、だいたいね、だいたい変えていくけど、そんなことめんどくさがっててもしょうがないしさ、はい、まあやらなきゃいけないことはたくさんあるんだけども、まあだけどそうだな、そう考えるともう松原ここまで来て出さないっていうことは巨人、うん、現役ドラフトかっていうような そんな感じもするし、まあゲームにも出てこないしな。そうなんですよね。だからそういうのに置いとくのか、まだやっぱチャンスを与えようと思ってるのか、ちょっと分かんないけどね。前の動画でもありました、北村選手も使えるチームってたくさんあるんですか。北村は人気がないんじゃないか。他球団からですか。もう少しやっぱ実績が欲しいよな。それは素材としてはすごくいいと思うけど、これからやっぱ鍛えなきゃいけないっていうと、やっぱ即戦力ではないという。巨人では一軍ではなかなかですよね、もう今となっては。まあちょっと厳しいかもわからない、ね、でもまあ素材的には環境変えたらすぐできる人だと思うんだけど、ただトレードするまでには至らないっていうのは実績が欲しいよね、もう少し。うん、だからレギュラーであった時期がちょっとでもあるとかさ、はい、石川慎吾みたいにまっすぐ生えて特徴がないんだよね、なんか、うん、石川慎吾なんか頑張ってるけどな。そうですね。そうだな。だからそれ考えるとロッテと話しそうな感じですしてきたなおい多いですからね。おいおい、沢村投手も、うん、でロッテも松原ではない、うん、これはなぜかというと荻野も復帰してきたし、まあ、そのうち高部も来たりだとか、まあ、いろいろもう飽和状態になってるから外野手って、はい、体の状態が良かったら角中っていうのも、うん、いいしね、はい、だからそれはないと思うんだけど、やっぱり佐々木朗希の穴をどうやって埋めるかっていうのを俺はやっぱ考えなきゃいけないと思う。じゃあやっぱりピッチャーですよね、巨人から欲しいとすればロッテが。いやそりゃそうだよ、だから先発が欲しいんだよ。あと2軍にいるとすれば、直江投手。いやちょっとやっぱ弱い、まあ、弱いっていうか、はい、まあ、ロッテが難色示すんじゃない。高橋優希投手も、いやいや、それはもう実績があるし、ね、今のメンバーでは入れないような状態であれば、浮いてるんだったら誰かと変えませんかみたいなことになるよね、うん、でもピッチャー同士にしてくれよみたいな、うん、野手はいるわけだからジャイアンツって、はい、で坂本も復帰待ちだし、うん、ね、そうなってくると野手はそんなにいらないと思うんだよ、秋色がね成長してるし。そうなってくるとやっぱピッチャー同士、先発が足りないんだったら先発出すから中くれよと、うんうんうん、だ今そういう話が聞こえてきたの聞こえてきました。聞こえてきたの、なんか無線のなんか通信が聞こえてきたのなんかそんな感じがするんだよ俺は。ロッテは不測の事態起きましたからね。そう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 、やっぱり佐々木朗希なくして、うん、まあ、優勝とかはないような感じがするよね、はい。まあ、そうなってくるとやっぱ先発ピッチャー誰を補充するか、高橋聞こえてきた、降りてきた、あ、降りてきたなんかそんな感じがする。そうかそうか、その折り合いがつくかどうかだよね。そうですよね、条件的に当てはまるか、うん、だから東と高橋ゆきってどうや。
いいとは思うんですけどね。釣り合うか。いや俺アズマの評価高いからね。あ、ユダさんの中でね。合わないぐらいでいいと思う。合わないぐらいでいい、うん、世間が思うんだったら、いやアズマ俺使えると思うから、うん、うん、それでいい。それでいい。決まったね。決まったね。決まったね。いやなんか俺はロッテ側はもうこの期間であそこもピッチャーいるっちゃいるんだけど、高橋優希っていうのは俺バリーグでは俺活躍しそうな気がするんだよね。ただあのマリンの風でコントロールがどうかっていうのはあるけど、あるけど俺は活躍すると思う。ああいう手のピッチャーっていうのはなかなかバリーグでは珍しいピッチャーだ。はい、うん、だから可能性はなくはないな。なくはない、うん、あとチーム的にソフトバンク、まあ、連敗止めてまたねちょっと勝ち始めましたけど、どうですか？ソフトバンクは特に取らなさそう、やらなそう。これはね多分批判の対象なんじゃないかなっていうの気がするんだよ。だからオフはあれだけお金使ってお、まだトレードまだ足りんのかみたいな、はい、ね、じゃあお前どうすりゃいいんだみたいな、そういうねことになっちゃうと思うんだよね、はい、まあ、世間が、それはなんか球団の手前避けるんじゃないかなっていうような、まあ面目もありますしね。まあまあそう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 、そうか、じゃないで、まあおっしゃってた西武は、まあ、ピッチャーじゃなくて野手が、ただオリックスの方は野手が欲しいかもわからんな、うん、オリックス野手、まあいいか、お、いや揃ってるからいいかなと。まあやりくりがうまいしな、有望の若手も多いよあそこは。そうですよね。だからやっぱ袋がちゃんとしてんなあれGM がちょっと褒めとかあ、そうですね、そうですね。じゃあやっぱり一番濃厚なのは、いや一番濃厚なのは巨人とロッテじゃないかなっていうような気がするんだよね。あ、2番目はどういうトレードが、ヤクルト、どっかとか。いや同一リーグがないって言えば、うん、やらないと思うんだよ、うん、まあ、例えば高橋優希を出してヤクルトと若手の野手もらうとか、うん、あそこもピッチャーが豊富ではないからね、ヤクルト、うん、はい、だからそんな変えないとは思うし、今ちょっと厳しいですからね、うん、ピッチャー、まあ岡田監督と原監督の中でトレードがあるなっていうのは思えないし、想像できないし。そうですね。で、新井監督は動かさないと思うし、うん、そうかな、 DeNA はもう終わりだと思うな、うん、DeNA はね、野手が欲しいんだよね、多分。それ外野手ですか？もうね、代打でもいいんだよ、はい、あ、うん、やっぱね、野手はね、ちょっと欲しいかなっていうふうには思ってると思う。代打でもいいとなると、年齢的にその若手というよりか中堅ぐらいの代打もできる。角中くれんか。無理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 で、ピッチャー誰あげます？ヤクルト見合うとしたら誰ですか？なかなかいないよな。いないいない。だから濃厚なのは、まあ、巨人とロッテかなっていうような感じがするよね。第6弾、まあ、31日期限であともう数日しかないですけど、去年も本当ギリギリであったので、で今年31日が月曜日で試合がない、雨ので中止とかそういうのがなければない日なので、そうなってくると何かあるのかな。3ボットかな。月曜日ずっと家にいてください。そこはあげない。そうです、もうずっと待っててくださいね。豊さん前回の年にちょっと当てたので、なんかね気合が入るんだよね。トレードですってスタッフから LINE が来るとよっしゃよっしゃなんで来いみたいな。それで調べ上げて調べ上げて、いやな、妙にテンション上がるんだよ。なんでザワザワするんですか、ね、ザワザワするんだよね。ああ、なんかあるんでしょうね。でもなんかこうチームを変えてね、活躍、まあ、してる人が今年なんか特に多いし、はい、いやだからそういうのを見るとね、うん、あの応援したくなるし、はい、悪いことでもないしね。そうですね、うん、プラス、うん、だから捉え方が昔はね悪かったけど、はい、なんかあるんじゃないかみたいな、うん、でも最近はこうねチャンスを与えるというか、その元の球団もいや行って活躍してこいみたいな背中を押してくれるしね、はい、だからそうやったらすごく活躍できる人もまだまだたくさんいると思うしね。そうですよね。だからトレードはあると思う。あの前々回の動画で上げてたんですけど、はい、日本ハムで浅間選手も欲しいっていう球団出て、浅間は誰どこだって欲しいよ。そうですよね。浅間は使えるから。そうなんですね。あのバッティングの選手は本当使えるから。でもなかなかそのスターティングメンバーというか、まあまあ、ね、取れてないっていうところで、うん、まあそしたら、まあ、あそこもその中継ぎ陣がちょっと疲れてきてるから、うん、はい、まあ、どっかとあるかもわからないね。そうですね。でも浅間は出せないと思うよ、日本はもう、まあ、まあそうですよね。保険みたいなもんだもん。まあ確かに、いるから使ってるっていう。で何かあったら浅間行かせればいいんだろうみたいな感じ。
あ、そっか。でもそれじゃもったいない選手なんだけどな。そうなんですよ。それはもう言う通りだよ。ですよね。でも出すとしたら相当な選手は取れると思う。ピッチャーでも、ピッチャー、まあ、2対1でもいいでしょうし、ね、うん、まあでもそこまで余裕がないからね、ピッチャーに。この夏場って特にそうだから、他球団が、うん、だからピッチャー同士の交代っていうのは一番最後はあるかもわかんないけど、はい、どことどこ、巨人とロッテ、うん、